やはりの結果からもうまもなくいたしましたら、第1回目の豆まき式を行います。大神武士の姫家の立花のおどのあはぎ腹に急ぎ腹へ玉石時になりませる腹へどの大神たちもろもろの間がごと罪汚れあらんを腹へ玉井清め玉へと申すことを聞こしめせとかしこみかしこみも間を押す。この広場へに毎日集える老若男女の皆々様に申し上げそうろう。今日2月3日は冬と春の一回改まる季節の別れで、節分けなれば節分祭を行いて除祭祥福の神事を使い祭り申しそうろう。さてこの壇上に控えし諸々は身を清め神事を使え祭りし全男全女の年男年男皆にて候ついては札天神社大神様の儀式道徳御霊賜りしこの福豆を持ちて皆々様の災い罪汚れを払い申しすがすがしき立春を迎えますよ。また春立ち帰る明日よりは瑞穂の国のみずみずしき恵み豊かな年となりますよ。またいやますますにお栄えになりますようにと祈り申し上げそうの。